南アルプス市は、山梨県西部の国中地方に位置するし、山梨県内の自治体としては最西端にあたる。人口は69,678人。2014年4月には、市内全域が南、アルプスユネスコエコパークに登録されている。地域は、甲府盆地の西部にあり、東側の平坦部と西側の山間部に大きく2分される。川に注ぐ。 五直市側の氾濫によって形成された国内最大級の戦状地、三大川戦状地が大部分を占める。戦状地の上部にかけての緩やかな傾斜地は、桃源郷と呼ばれた旧白根町をはじめ、現在は桃、桜んぼなどの広大な果樹地帯であるが、古くは桑畑の広がる養蚕地帯でもあった。原七号と呼ばれたこの地域は地下水位が深く地表にも川がないことから、 月夜にも焼けると言われる干ばつ地帯であった。そこで南アルプスの野呂川の水を引いてきて利用しようという計画がまことしやかに語られ、到底無理なことを指して野呂川話とも言われる始末であった。飲み水の他農業用水にも乏しく、江戸時代に築かれた徳島関をはじめ灌漑用水が整備され、現在まで利用されている。一方、釜梨川沿いの東部は、 盆地の低地部特有の氾濫源で、洗浄地の末端では、湧水が多く見られるなど水には恵まれ、水田やビニールハウスの広がる、田園地帯となっている。反面、市の南部、五明地区、南古地区では、滝沢川、坪川の二水系を、主とする中小の河川が一部で天井側を形成し、歴史的にも、曇って三寸と言われてきた洪水の常習地帯である。 河川改修が進んだ現在でも、合流地点では、天井側の下を別の川が流れるなど、多くの河川が複雑に入り組んで釜梨川に合流しており、大雨の際には浸水被害を生じることが多い。間の竹付近より望む北竹パッポン派残る、付近より望む間の竹北竹より望む戦場家竹、やっ人峠から白鳳三山の長望国内、 第2位の標高3193メートルの北岳を筆頭に、間の竹、千場が岳など、南アルプス北部の3000メートル級の高峰、名峰が連なる。北岳の固有種である、北岳層を、はじめ豊富な鉱山植物や雷鳥など貴重な自然が残る。北岳への登山者の拠点となる広河原や、千場家岳、貝駒間が岳方面への入り口である。 北沢峠には、冬季閉鎖期間以外にもマイカー規制が敷かれ、通行の安全と自然保護を図っている。また、途中の野舎神峠は、鳳凰山山へのルートであるほか、どほか田道約1時間余りで北岳、真の丈、能取岳の白鳳山山が一望できる絶景ポイントとして知られている。なお、 北岳の標高は長い間3192メートルとされて、北が2004年に国土地理院の調査で従来の山東三角点、白根岳市の南南西約28メートルの岩盤上で約80センチメートル高い地点が確認され、三角点が設置された明治37年以来102年ぶりに標高が改定され3193.2メートルとなった。 これら南アルプス本体の東側に標高2052メートルの串型山があり、山頂付近に東洋一の規模といわれるあやめ群落が自生する。これら前衛の山が高くそびえるため、南アルプス本体の山陽は市内の市街地からはほとんど見えず、一部地区で頂上部分が望めるだけである。しかし、市内でも場所によっては四方に富士山、南アルプス八ヶ岳、 秩部山系など、甲府盆地を取り巻く山々を一望にすることができる。なお、市街地からは、同志の有する南アルプスの山々を望むことは、ほとんどできない。10日、島祭り古代には、寒木があり、甲斐、源氏の勢力基盤にもなった。中世には昭円化し、駒郡鏡章によった鏡炎光や、その郷笠原町キヨらの一族が今日構えた、源氏ゆかりの地である。 東光は、源の頼朝の重臣として使え、その館跡は、鏡の宝禅寺、超清の館跡は、私立小笠原小学校の敷地となっている。あとに、欧州の大名となる南部市の素南部高校も、東光の子であるほか、駒郡大磯を本拠とした国人、大石からは、武田信虎の妻で、武田信玄の姓、市南部の衰沢塾は、 江戸時代から始まった藤川周雲乗陸路の宿場町として旅人で賑わった。地域を南北に縦断していた春新王冠は現在の国道52号線となり、街道沿いには、京沢の他小笠原、倉庫町などの商店街が栄えたほか、毎年2月には江戸時代の物々交換に橋を発した東賀市が現在も盛大に行われるなど、 活発な流通が行われた王子の面影を残している。また1932年12月27日には、甲府市の甲府駅前駅と隣接するマスホ町外、青柳駅を結ぶ甲府電車軌動線が開通しており、現在の南アルプス市のうち、白根、串型、高生の3地区を逆 L 字型に結んでいたが、戦後の1962年3月22日に、 山梨交通電車線として廃止された。依頼地域にあたる地域には鉄道が存在せず、南アルプス市成立直後にはこの路線の復活構想が一部で唱えられ、地元テレビ局ではそれを扱った番組を放送したこともあったが今では立ち消えとなっている。山梨県と関係の深い戦後の首相、石橋丹山は少年期を鏡、中条の超音寺で過ごしており、 ゆかりの品が残されている。釜梨川の氾濫源や水利に乏しく、定住困難な地域が多いため高校遺跡の分布は少ないが、近年の開発で、芋地や遺跡やモノミツカ古墳をはじめ注目される高校遺物が各所から出土している。近年では、第二次世界大戦中の戦争遺跡として、第二立川航空隊の飛行場として、計画、建造された、 ドタコの遺構の発掘が行われた。山岳地帯への玄関口である足安地区は、ほぼ全域が山間部であり、市内の他の地域とは異なる様相で発展してきた。様々な森林資源に恵まれ、古くは江戸城建築にも木材を供給した林業の地であった。木材運搬のため足安村と早川町奈良田を結ぶトロッコ列車も存在したほか、大正時代には、 鉱山の町になり1914年の2は、足安鉱山が開け荒金して、終戦後まで銅、金などを産出した。ピーク時には小学校の文法も置かれるなどして栄えた。現在、同地区、2003年3月21日には、南アルプス足安山岳館が開館し、山と共にあった歴史を伝承、発信している。南アルプス市誕生直後の一時期。 人口が少ないにもかかわらず、在任特例により95人もの市議会議員を養子、用マ万モ市議会と呼ばれ、住民の批判にさらされた。これらを受けて、2004年10月28日の議会で、自主解散決議を賛成多数で議決。翌11月の選挙で、定数28人に改選された。視聴者は、旧憩型町役場に置かれた。中央自動車道双葉、ジャンクションにおける、 ローマ字と英語の組み合わせによる氏名の表記、南アルプス市という名称は、一般公募の結果で、合併協議会の委員65名の投票によって2002年に決定されたものである。しかし、この公募は、県外在住者の投票も可能であり、住民の民意を正確に反映したものとは言い、がたかった。また、公募結果についても南アルプス市が1位だったものの、あざ違いの、 コマヤやコマノを合わせれば、時点のコマヤ氏が逆転するなど、南アルプス氏が完全に優勢というわけではなかった。そのため、当時から住民投票を求める声が高かったが、合併協議会は公募結果を重視する姿勢を崩さなかった。ちなみに、合併前には、飼西市とも新摯は呼ばれていた。氏名にカタカナを使用しているのは、小座氏に続いて2番目であり、 外来語を使用した使命は日本初である。なお、道路標識等における英語表記は南として、訓練式ローマ字表記の南を用い、アルプスの方には語源である、アルプス山脈の英語表記である、アルプスを用いたもので、全体で南、アルプスシティである。山梨県ローカルの報道では略して、南足と表記する場合もある。中心部からは比較的離れているものの、 市名の由来となった南アルプスは、市の西部を縦断している。国内第2位の標高を持つ北だけが地域に含まれている。詳細は、南アルプス市議会を、参照詳細は、2019年、山梨県議会議員選挙を、参照詳細は、第48回衆議院議員総選挙を、参照山梨県内で唯一、鉄道の通っていない市である。鉄道を利用してのアクセスは、 中央本線の塩崎駅、龍王駅、三延線小井川駅、東花輪駅、市川大門駅が最寄り駅となるが、これらの駅から直接南アルプス市内まで乗り入れるバス路線その他の交通機関が存在しないため、中央本線、三延線甲府駅、または中央本線にらさき駅より山梨交通の路線バスを利用することになる。過去には、 山梨交通の電車線が存在し、山梨交通バスの発祥路線でもあった。高速バス、編集いずれもバスタ新宿方面のみ、乗降化。一般路線バス、編集コミュニティバス、編集2015年10月1日より市内を巡回するコミュニティバス、南プスバスの運行を開始した。市民以外も利用でき、年末年始以外は土曜。 休日も含め毎日運行される。市内に乗り入れる高速バス、一般路線バスとの接続や3000円で利用できる1年間有効の応援定期券の販売などといった利便性が図られている。2016年10月1日に6コースへ再編された後、2017年6月に5コースへ集約し、現在に至っている。また、一部区間は廃軌道区間を経由したり、 運用車両には、ボロデンと称されたデザインが施されたりするなど、山梨交通電車線時代の名残が伺えるのも特徴である。足安線、1号車、八田、白根線、2号車、若草、厚生線、3号車、串形線、4号車、八田、若草線、5号車、この他に、広川ら北沢峠間を結ぶ、南アルプス市営バスが存在しており、 登山シーズンに限り運行されている。ありがとうございます。